どうも、料理研究家のだるいまです。さて、今回ですね、唐揚げやカレー、ハンバーグなどの定番料理をだるいま流に一番美味しく作る方法をご紹介する極みシリーズです。この極みシリーズでは、定番料理の一番美味しい作り方をご紹介するんですけれども、難しすぎたり材料が多すぎたりすると皆様自身もね、作る気にならないと思うので、簡単だけれども最高にうまい、これをコンセプトにレシピ開発しております。そして今回ご紹介する極み料理は極みガーリックチキンですね。今回ご紹介するガーリックチキンはですね、前回紹介したチキンステーキよりも何倍もね、旨味が溢れて非常に美味しいんですよね。で、今回はですね、めっちゃ意外な調味料を使うんですけれども、この調味料こそがガーリックチキンの旨味を大爆発させるんです。今までにない調理法だからこそ今までで一番うまい、そんなガーリックチキンなので、ぜひお試しください。ということで、今回使用する材料はこちらです。せーの、ボン。鶏もも肉、昆布茶、ニンニク、オリーブオイルにお酒、バター、あとはブラックペッパー、以上です。でね、材料の紹介をしていきます。今回はね、ガーリックチキンを作るんですけれども、鶏胸肉ではなく鶏もも肉をご用意ください。そしてこの鶏もも肉は必ずね、作る30分以上前から常温に戻しておいてくださいね。そしてガーリックチキンということで、今回はね、ニンニクを使用するんですけれども、今回はガーリックのホクホク食感と香りをしっかりと引き立てたいので、チューブではなく必ずね、生のニンニクご用意ください。そして今回の一番ポイントになるのがこの昆布茶ですね。鶏もも肉と昆布茶ってね、意外な相性だと思うんですけれども、この昆布茶を入れることで鶏もも肉の旨味はもちろん、ソースまでね、非常に美味しくなるので、必ず加えてください。あとは今回は日本酒を使用してるんですけども、こちらはね、白ワインで作ってもまた違った香りになってね、美味しくなるので、お好みのお酒で作ってみてください。ということで、早速作っていき、マッチョ。ということで、まずは具材の下ごしらえから。まずはニンニク。ニンニクは包丁の背でぐっと潰して、中にある芽はね、取り除きましょう。ニンニクの芽はね、なぜ取り除くかというと、こちらは非常に焦げやすく、焦げるとえぐみも出てきてしまうからですね。ということで、ニンニクはこれで OK。 そしたらですね、お次に鶏もも肉。鶏もも肉は筋や余分な脂が気になるのであれば取り除いてください。今回はね、もうめんどくさいので取り除きません。そしてチキンステーキであれば、こちらに塩を振りかけると思うんですけれども、今回はですね、塩の代わりに、じゃん、昆布茶、こちらを加えます。とりあえずね、昆布茶が全面にしっかりと行き渡るように、しっかりめに昆布茶をまぶしてください。昆布茶を身にすり込んでいく。皮面も同じくですね、昆布茶を振りかけてすり込む。どちらかというと、皮目よりかは身の方にしっかりと昆布茶はすり込むようにしてくださいね。塩の代わりに昆布茶をすり込む、これがめっちゃ理にかなってるんですよね。なぜ理にかなってるかというとね、鶏肉の旨味成分であるイノシン酸と昆布の旨味成分であるグルタミン酸による旨味の相乗効果が働いているからですね。そもそも旨味の相乗効果というのは、アミノ酸系のグルタミン酸と核酸系であるイノシン酸やグアニル酸を組み合わせることで、それぞれ単独で食べるよりも旨味が飛躍的に強く感じられることを言います。今回はこの旨味の相乗効果を利用しているため、鶏肉と昆布のそれぞれの旨味が組み合わさり、非常に美味しいガーリックチキンに仕上がるというわけですね。そして今回は鶏肉から出た油でガーリックソースも作るんですけれども、そのガーリックソースにもこの昆布茶の旨味が入るので、めっちゃ奥深くなります。ということで、お次、冷たいフライパンにオリーブオイル、そして昆布茶をすり込んだ鶏もも肉を皮の方から加えていきます。この時にね、注意してほしいことは、皮をしっかりと伸ばした状態で鶏もも肉を加えることですね。鶏肉を柔らかくしっとりジューシーに仕上げるコツというのは、鶏もも肉の身の中まで徐々に徐々に火を通していくことが大切なんですよね。で、鶏肉の身の方まで徐々に火を通す時に大切なのが、この鶏皮なんですよね。鶏皮は非常に分厚く、身の方にまで熱が通るまでに結構ね、時間がかかるんですよ。このね、時間がかかることによって身の方にまで徐々に火が通り、非常にね、ふっくらしっとりジューシーな鶏肉に仕上がるというわけですね。そしてここにバター、あとは潰したニンニクも加えてしまいます。そしたらこちらを弱火で加熱して、鶏皮の油を引き出し、パリッと焼き上げつつ、その引き出した油にニンニクの香りを移していきます。バターが溶けたら、鶏皮全体にバターをなじませてくださいね。そしてニンニクを焦がさないようにじっくり焼き上げていきましょう。今ね、こんな感じで鶏肉から油が出てるんですけれども、この油には鶏肉と昆布茶の旨味、そしてバターとニンニクの風味が加わっているので、非常に美味しい油なんですよね。この油で鶏肉を焼き上げることで、非常に旨味も香りも大爆発したガーリックチキンに仕上がります。
はい、ということで見てください。こんな感じでニンニクが薄いボディービルダー色になれば、鶏肉の身の上にね、避難させましょう。そして鶏肉の身にニンニクを避難させたら、お次にこの油を身の方に回しかけてあげましょう。バターや鶏肉から出た油を身の方にかける行為をフランス料理ではアロゼというんですけれども、これをすることでね、食材の乾燥を防いだり、食材に旨味や香りを移すことができるんですよね。今回はね、皮目だけではなく身の方にもしっかりとこのガーリックバターの最高な香りを移したいので、このようにね、油を回しかけていきましょう。はい、ということでね、こんな感じで鶏皮がこんがりと焼き色がつけば裏返します。最高なボディービルダー色ですね。そしたらあとはここにお酒を回しかけて、このお酒のアルコールが飛ぶまでしっかりと煮詰めていきましょう。そうすることで鶏肉や昆布茶の旨味、そして焦がしバターやニンニクの香りが詰まったソースに仕上がりますからね。そしてね、お酒も実は煮詰めることでお酒の旨味もぐっと凝縮されるので、もう本当にね、絵も言えぬほど美味しいソースに仕上がります。ということでね、こんな感じでソースにとろみがつけば OK です。そしたらこちらをお皿に盛り付けます。作ったソースもね、回しかけてください。最後にブラックペッパー。はい、ということでね、極みガーリックチキン完成しました。それではいただきまっちょ。いただきます。何これ、やばい。これはね、香りと旨味のアナボリックや。まず口に入れた瞬間に広がるこのガーリックと焦がしバターの香り、そして噛めば噛むほど鶏肉と昆布茶の旨味が引き立つんですよね。もうガーリックと焦がしバターのガツンとしたこの香り、悪魔的ですね。そしてこの旨味と香りが詰まったソースも今まで感じたことがないぐらい絶妙な味わいです。そしてこの鶏肉の食感もまた最高ですね。今回も皮の方からね、じっくりと焼き上げているので、鶏肉がふっくらしっとり、そしてジューシーな味わいです。そしてこの残ったソースにご飯を加えると、ガーリックライスのような味わいになってめちゃくちゃ美味しくなりますから、ぜひともね、このソースも最後まで余すことなくお召し上がりいただければと思います。今まで感じたことがないほど風味豊かで旨味が詰まったガーリックライスですね。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回は極みガーリックチキンの作り方をご紹介しました。もうとてつもなく風味と旨味が詰まったチキンステーキになっておりますので、皆さんぜひお試しください。ということで、 See you next match ね。バイバイ。